はい、と2021年日付が変わりました。10月1日英語の物語大成イベント、どこだった？宮城だったよね。何ちっちゃい声で、私都道府県あんま分かんないんですよ、ごめんなさい。東京と大阪ぐらいしか分からんもんで、ずんだ団子は砕けたということで、右のような感じのデッキにしまして、っていうのは、あ、ちょっと最初におしゃべり、これ AN16歳、まこちゃん、いいよはまだ16だからってあったよね、確か。それだよね。いや、そんなことは、歌はどうでもいいですけど、これをお試ししたかったんで、もう勝ち負け無視してずっとやっておりまして、あ、勝率言えよということで、お前最初からなんか予防線張ったよということで、現在が、こんな感じで、かもなく不可もなく、ということで、まあ、とりあえずやっていきましょうか。やって、ちょっとやって、とりあえずおしゃべりして、歌いつきましょう、どんどん。単体で受け切るにはきついかなーって、全体かかったとき、ムラがあるね。全体がかかるときと、そうだな、相手の、なんて言うんだろう、倒れ方とスキル次第というところがあるから。一応あれがね、5突で、体力が6600。私最近目がなんかね、めっちゃちょっとそれは歩くかってね、別段の話なんですけどね、6600でね、耐久がね、属性無視して、6万ぐらいやったかな、確か。貫突で6万9000ぐらいじゃなかったかな、確か。5突なんですよ。いや、どっちみち、次、まこちゃん、ゆるがりか。あ、まあ、あれでなんか2体ぐらい空から降ってくんじゃないかなって、勝手な予定として思ったんですけど。どっち行っとこう、これ行っとこう。あれ、疲弊して次何やると思います？何してくるかな？何を使ってくるかな？2枠に置いて3枠で、どこだった？米倉で、基礎生か。っていうのはまあまあありかなと思うんですけど、あれ何もあれだったのか。2枠亀さん結構いいですよ、実は。うん、チャレンジ田島が言ってくれた。私こっちどっか、いつものなんかパターン、ここら辺はまあいいですよね。もう2枠亀さんとかそこら辺ははっきり言ってどうでもいいから、いや、まこちゃんをどうするかっていうこと。だからわざとあの3ターンの何、川受け、それから防御系か、あの辺りのところにスクショ合わせたんですよ。あれを前に置いて、かぶせてじゃないけど、重ね掛けとかしてやっていくといいんじゃないかな。そうしんとちょっと耐えるのきついかなーって。なんでそこにおるんだ？なんでそこにおるんだ？単体だとやっぱ全体攻撃が食らうと当たり前だときついですよね。単純に一人の火力が3000として、全体攻撃かける5、1万5000。それ5人おったら7万5000。もうドボンだもんね。だもんね。まあ、全体が全属性なかなかかかるっていうのは珍しいですけど、そうでも火力がね、4000とか5000とかあるやつに全体かかったらきついよね。それやってみた。いろいろ、前に重ね掛けするのやってみた。せっかくなんでね、もうずーっと私これ、家来るというから思ってたのが、あいついますが、だからあそこの真ん中にちょうどなったんですよ。うん。ちょっと待ってよ。あいつ、牛太層。牛太層が2ターン引き継ぎの 60% 属性無視して、2部補正がかかる。できれば2部補正かかってほしくなかったんです。いや、早く倒れて、60% 引き継いで、どんなもんの耐久かっていうのを、実際の計算じゃなくてさ、実践で見てみたいよなと思ったんですよ。そこだったんですよね。うん。これね、結構間に合わんときあるんですよね、これがね。うん。ね、ほんとはこんなとこ狙っとってかあるんだけど。これさ、ホットバジーさ、なんだったこれって。ラベンダーかパンジーどっちだったこれって。スボールガーでパンジー。さまざまなメニュー、ラベンダー、ミニトロ、ラベンダーだったかな。あ、パンジーかわからん、これ花。ラベンダー畑行っとんだけどな。どっちかわからん、パンジーか。どっちかなって。いや、だって花なんかみんな色カラフルじゃん。わからん。どっちか私。うん。ごめんなさい。わかってない。パンチかれか。花のことわかってない。どっちかじゃないかなーって。だからそっちの方はあなたは覚えなかんだね。それよりそんなとこ狙っとってかんだって。こっちの方が残っとんだって。とりあえずは。全体かかるでいいけど。こっちを本当は狙っとかなあかんですよね、残数的にね。うん、あれだよね、あいつ、ビヨンを起こして、それからビヨンからリレーしてってしたいってことだね。ここで最後あれだよね、全員起こすのと、ビヨンがおるのと、うまくそこだね、絡むとできるってことだもんね、それがね。うん、
でもイハットがおるか、まあそうそう世の中そんなもんだな。これずっと思ったけど、なんでこんな風に言うんかなと、この単語最初全然あれだった。いや、なんか健康のこと言ってんのかなと思って全然あれだった俺。いや、これほんと知らんかったわ。最初見た時キョトンとしたこの単語、ごめんなさいということで、あのありがとうございますということで、あの覚えときは花の名前でもほんとさ、あのこの分かるよ言いたいことは。これあのなんか真ん中がなんか黄色かなんか、なんか食べれる花とかなんかいろいろありますが、なんかこれちょっと入れとくわ。これ完全花だもんな。ラベンダーもさ結構カラフルだったよ。あれ私行ったよ、ラベンダー畑。花に興味ないとこけどさ、行くとこないもんで、知らないもんでさ、ラベンダー見に行ったんかな確か。近くになんか馬かなんかおったで。いやそんなこんな分からんて、みんないろんな色しとるじゃんねえ。まあいいよそんなことは。ちょっとパンジー後でググっとくわ、ググってあの写真入れとくわ。ということでちょっとデッキこんな感じで作ったんですけど、要はまこちゃんの前になんか耐える壁役を作って、そしたらどうにかならんかなと思って、入れる候補としては一番本日のトレンドは水じゃないかなと思ったんですよ。そんでアスカにしたんですよ。いやあっちだとあのコストが足らんかった、バターあれだと。あとアスカのが地味に 5% 高いで、火だと得意属性ですかね。そんなにあのあれ、花ちゃん、あのシレーナの火のやつ使ってくる人そんなおらんかったし、まあはばきか、はばきで見ていくってところでも、はばきでも全体攻撃かかるわけじゃないもんね。あれだと風で全体攻撃かけるところだね、みかんでかける。だから水の方が結構トレンドじゃないかなって。やられるところが大体バターリアとかそんな感じだったから、見とってもなんかあのあれ、エヴァンジェとかか、あの辺り割と多いかな。特に今回あれですよね、こいつが出てきたのもあるし、それからあとあのブラジルだったか、あの進化がいましたか、この前の南アフリカの兄弟のやつ、色違いの。あいつがおることの意識されてるのかどうのか分からんすけど、あんま使っとる人なかったけど、向こうはそっちに特化したんですよ。水が結構トレンドじゃないかなと思ってこんな風にしたんですけど、前になんかほんとこうやって壁役置いて、うん、これもゴーダー置いて、まあ前後の3人はどうでもいいですよ、これ無視してください、適当に並べただけだで、うん、要は後ろの2人ではね、そこを肝にしとるんですけど、ただこれやるとさ、一応これなんて言うんだろう、ちょっと先落ち気味ですが、あんまり良くないですよね、相性がね、ゴタンっていうのはね、良くないんですよ。そこがテーマかなって。これぐらいのがまださ耐える可能性があるから、特に2枠の亀が耐える可能性とかあるから、これだと逆に自分に一気に引き付けれればね、だけど火だっていうところなんですよね。だからここの3タレン置いたんですよ。これが一応 60% で引き付けれるから、まあイベ補正あるし悪くないけど、全体攻撃かかったら抜かれたね、さすがに重ね掛けしても。食べしばしたらどれぐらいまで耐えれるんかなと、全体攻撃が見たかったんですよね。そうさ、ここら辺で言うと、あと他のなんて言うんだろう、イベジか全く違う時、例えばコスト150ぐらいとか、割と無理やり突っ込めるとか、こういうのとか水 70% 引き継げますかね。まあ 70% だったらバタリアとか使えいいとか、そういう話は抜きにしても自分に引き継げるから、だからいろいろやり方はあるかなって。でこれがまあ無難じゃないけど、あれだね、牛座その火力あるバージョンって言った方がいいか、 60% 捨て的にはこっちだよね、使いやすいところは。でこれもちょっと私全然使ってなかったから、育ててもいいかなって。 60% だ、全属性使えるから、どの属性でも使えるから、潰しは効くかなって。これは一旦であかんですけどね、意外に意外に、なんか本当にまだまだ全然試せてなくて、時間がないとか言い訳抜きして、これだと逆にあれだもんね、火 80% できんことないよね。コスト足らん時に無理やり入れてさ引きつけるっていう、だこれがね、いや引きつけるのはいいんですよ、それはいいんですよ。でちょっと待ってくださいよ。でカバヨじゃなくて、自分一人じゃなくて全体に防御系で言って、まあ代表的に言ってくるとあれですよね、バタリアを使った時はまるだね、これが一番あれじゃないかな。 85% 捨ても高いし、ただこいつが残る可能性とかあって、私的に言うと勝ちたいとかっていうより、どっちかというとさ、ちゃんと倒れてさ引き継いでさ、あのそのダメージじゃないけど、どれぐらい耐えるか見たいっていう、そういう遊びがしたいから、まあそんなことしとってダメだろう、まあ、そういうことは抜きにしまして、でこれが一応1ターン風だけど、今回あれですかね、風の2ターンのやつ出てきましたかね、あいつ、あの放火魔もやしや、どこ行った、こいつ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 があれだね、ちょっとコスト的に重いけど、風とかの対策したい時に使えるよね、久々に出たよね。 60% ちょっと少ないですけどね。
一つが足らんというのはもちろんありますけど、でもちろんあれだね、日だったら5台だね。これだから本当その日のトレンドじゃないけどさ、そこら辺のとこに合わせてうまく対処していけるかなっていうのはいいんですけど、いいんですけど、このデッキ問題なのが真面目に言って、さっきもそうですが、その引き付けてどうするんだっていう話なんですよ、うん、こういうのやってみたんですよ、一通り。これだとそうだよな、ちょっとこれ無理やりただ入れただけですよ。初手水でなかったらなんか裏書いて耐えれんかなとカメラで耐えれんかなとかってやったんですけど、まあ機能する時もありますけど、このボタンがやっぱね、こういうちょっとなんて言うんだろう、前倒しデッキはさすがにイベ補正が本当に完全に耐えるっていう構成やつ難しいから、純粋にこれを機能させようとすると、ここはあれだよね、色変して水蘇生とか風蘇生とかしていくっていうセルフ蘇生を挟む、それかここに挟んでもいいよね、こことここに挟む、どっちかだよね、にしてなんか1ターン間延びさせるっていう方法じゃないと発動させにくいかなっていうのが率直な感想。さっきの通り遅延とか食らったりします、まあ、とりあえず対戦しながらいきましょうかというところで、まあ、適当にちょちょ変えていきますよ、うん、ただトレンドは水の方がいいんじゃないかなと思っとる、バターリアとか合わせるのが。ただあの3人構成でバターリアとか入れていくと、あのコスト的に足らんかったもんでアスカにしたってところもあるんですよ。 5% 高いっていうのがありますけど、あこれはお風呂屋さんの方ですけど、あもちろんあれだね、個人的に水じゃないかって感じそうだけど、だって対戦するときなんて幅気が固まって出るときやから一概に言えんすわね。それが全属性の難しさでもありますけど、ただそのさっきからも言っておいたら、その耐えてさどうするんだっていう話なんですよね。これが割と詰み将棋だな、ここはな、うん、ここはあれだもんね、本当無理してでもどっちかあれだよね、水のとこ突っ込んでもとかありますよね、うん、思うそうだね、この色の相性でやられるもんね、うん、そこある、これはある、うん、迷ったんだろう今、ちょっと考えただろう。で問題はさ、そうさっきから言った通りにさ、5ターンでその何貫突で7万ぐらい吸ってく属性無視してね、前に壁置けばまあもう一桁ぐらい見込めるとこありますので、それをしてさ、そこまで耐えてさ火力足んねえよって話なんですよ。いやそうなんですよ、そうそこなんですよ、それマジで。それがね、普通になんて言うんだろう、先落ちじゃないけどさ、引きつけて倒れて出てくると、ウーマンの後になんか全体攻撃かますか、それかそこでウーマンの後にもう一枚防御か、かばうか、それか、あれか、60% 防御とかなんかかまして、で、最後に全体攻撃入れるかっていうパターンだと思うんですよ。最後まで何防御っていうのはあんまやらんよね、多分ね。ちょっと待ってよ。やらんすよね。ちょっと待って、落ちちゃった。ごめんなさい。ごめんなさい、落ちちゃった。私、ごめんなさい。ごめんなさい。すいません。しまったしまった、2人もいらん2人もいらん2人もいらん、これはいいだろう、2人もいらんだろう、田島かかってもどうだ、田島かかっても2人もいらんだろう、これはしまったぞ、ちょっとあれだった、それなんですよね。だから最後まで耐えて結局火力ソースを誰が出すんやっていう話なんですよ、うん、そう、例えば私がずーっとこれ最後までさ、引き付けてきもいいな構成になってますが、どっちか言うと、どっちか言うと、絶対そうなんですけど、まあ、結果的になっちゃったんですけど、これ使うとさ、永遠の16歳使っちゃうと、その構成になっちゃうから火力が出しにくい。いや別にあれですよ、その前に、芋煮とか全体攻撃、ビッセルとか置いて、全体攻撃引き継ぐってありますけど、ボタンはそんなに安定しんよね、やっぱり。エヴァンジェでもそうだけどさ、蘇生させてもらって、HP 回復していく。で、やっていくっていうパターンのが割と割とだと思うんですけど、そこなんですよね、問題は。ちょっと待てよ。それが出せんからね、火力的なところを味方の他力になっちゃうっていうところがあれかなと思ったんですよね。全部が全部ずーっと綺麗に引き付けてって言ってて。で、これかといってさ、そんだけの、で、この1ターンでもう終わりなんですよ。いや、裏を返すと。なんすよ。なんすよ、これ。ちょっと待てよ。ちょっと待てよ。なんすよ。そこなんすよ。それがすごい悩みどころっていうかな。だから3ターンぐらいとかで、ちょっとコスト重めとかだったら、色が違うとかだね。今で言うと、
3枠、4枠か。4枠のところで、とりあえずこれ一応やっとくけど、全体はいけるか。ちょっと待ってください。4枠か。4枠のところで、火で言うと魔女がいますが、どこだったあいつってデビューしてきたので。ブラジルじゃないよね。あいつどこだった？ベルギーだったか？どこだった？忘れちゃった。忘れちゃった。まあ、いますが、いるとしましょう。で、ゴスロリもいますが。で、風がいないですが、4枠で言うと。まあ、そういうタイプが出てくるんだったら、そこの後ろに何、ね、全体攻撃とかって言われるけど、5枠のこれって初めてだもんね。そこなんですよね。ねえ、それなんですよ。それをどうしていくかというところがすごい課題。実はその遅延食らうとかさ、全体攻撃が大変とかっていう問題ももちろんでかいんですよ。でかいんですよ。そこもでかいんですよ。でかいんですけど、もうこっち行っとくわ、とりあえず。うん。そこをうまくね、火力をどういう風に両立していくかってことね。あと60ぐらいのコストだったら、幅使うのと一緒で、ちょっと何、低いコスト、無理やりなんか壁役作って突っ込めるかなーって。ただ前後の構成めちゃく、前後って後ろないでかんね。5じゃないね。前の構成って言った方がいいね。むっちゃ難しいね。うん。今日で言うと本当に何、価値を意識するのは多分この構成しない方がいいと思うんですよ。水を避けていった方がいいと思う、後半に関しては。風で攻めた方が割とやりやすいかなって勝手に思ったんですよ。センクスことありがとうございますということで、単純なね、うん、勝ちだけに勝ち近づくっていう意味だけだったらと思うんです。水を避けた方がいいかなと思ったんですよね。ありがとうございますということで、今20分2000ぐらいだね。そこなんですね。ちょっとおしゃべりしましょうということで、それがね非常に悩ましいんですよ。思っとってだってこれだとそうですがね、どっちでもいいわ、右と左どっちかなって決めかねとんですよね。トレンド的には水だと思うんですよね。ただ自分に集中させたいかなっていうところが、まあ、どっちにしろ 90% かかるでいいかってなりますけど、とりあえず火の方か。水なんだよな、水の引き継ぎっていうのはないんだよね、ここら辺が。それをうまーくなんかその火のあれだよね、傾向を読んで重ねていくと割といいかなと思うんですけど、これ何、引き継げて結局一旦何止めて終わりっていうところ、まあ、それがでかいからね、あれかってもありますけど、使ってそんなにその1ターンここで止めるのがでかいかなって。全属性止めるかなって言って、これ別に完璧にこれに発動したから止めれるわけじゃないですよ、引き継いだからって。まあ、フロヤかかった時とアスカかかった時で完全貫通されたっていうのはなかったですけど、でもあれだね、全属性だって何、その色の盲点じゃないけどさ、風の全体攻撃とかで、あいつ本日だとリスコック少ないですが、あそこら辺とかやられりゃ抜かれるまではいかんか。全体があれかかったあれだもんね、リスに引き継いだコックスか。でミカンかかっとったらあれでしょ、4000の6の2万4000ので全体攻撃分ってかかりゃね、属性向こうのが風だから完全アウトだもんね。風対策してないもんね。お風呂屋さん火だし、アスカ先生はなんだ、アスカ先生ってはっきり言えよ、は水だから風のところないから、その盲点のところあるから、今のところ使っとる人が少ないというか、私以外見てなかった、そんなアホな遊びしとるのは。うん、だからそういう風に対策されていくと割とっていうところありますよね。基本的に全体攻撃かかっていったか、小町とかかけていったか、無理やり突っ込んでいったか強いと思う。ただこの前におるやつ、色の壁じゃないけど、そこがうまく機能していけば、あすか置いた方が悪いかなと思う。火はあれだもんね、自分に対して得意ですがね、水が。まあそんな感じでとりあえずやっていきましょうかというところで、面白いは面白いですよ、真面目に。うん、こんな風にもやりました。まあ初手どうかな、龍馬でもどうかなと思って、これをやると本当にいかんのですよね。ニューで引きつけて、ウーマンで引きつけてって言ってきゃ、だってね、バターリアのところで全体入れるか、それかもう一発引きつけて重たいの置いて、で最後で全体かましていくっていう方が多分あれかな。4ターンで水全体とか割といいんじゃない、そのコスト割いてっても。先落ちデッキじゃないけどさ、そういうのだったらいいけど、5ターンで機能させようとすると結構ね、前をね、まあ、とりあえずこれで行ってみましょうか、こっちで行ってみましょうか。あとね、色セルフ蘇生を挟んでいくっていうの、そうすると結構火力とか貧弱になるんだよね。蘇生して起きるのと何、実際にこうやってステがあるやつをね置いて耐える可能性とかで相手も倒しながらっていうのと全然違いますもんね。
あでもね、セルフ蘇生だとそんな倒せる相手さは減るわな。ガッサじゃいくらあれだもんな。貫突しちゃって5000も1万も火力あるわけじゃないから、そこら辺ところかな、絡み的には。ただコスト60は真面目に可能性感じとる。向こうはあいつ使ったんですよね、あのこの前のあの南アフリカのあれか、南アフリカじゃない、なんだブラジルか、ブラジルの進化か。いや単純にせっかく新しくできてきたユーズだから、まあある程度使わんでも読めるは読めたとかあるんですけど、どんな感じか見たかったんですよね、どれぐらいやっていけるのかなーっていうのが、うん、それをね素直に。なんだこれ。あ、そういうことか。あ、そうか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 。部分じゃねえな。ごめんなさい。僕じゃないわ。いや、私違っとるだろ、これ。違うだろ。違うだろ。なあ。違うな、これ。ごめんなさい。部分かなと思ったんだけど。ごめんなさいということで、最後の試合だけどあれだって、これもう一試合行っとくか、だったら。まあいいや、これ行っとくはしょうがねえで。何を言いかけとった、あの問題間違えてなんかしれっと戻ろうとしたけど。そう、だからあれなんだよね。火力をどこでとかね、最後まで耐える耐えるって、だいたい私、多分皆さんもそうだと思うんですけど、3枠ぐらいか。あそこら辺をめどで、火力ゾーンに変わっていく感覚はあるかなーって。さあ当たり前だよね、使っとる何スキルがね出てくるとこがね、そんな感じのやつが出てくるから、あれか、3ターンぐらいのスキルだと全体攻撃とか出てきますしね、ヘビとかシレーナとか、それこそね単独で全体とか連続とかやってくるやつがあるから、それを考えるとそこら辺が分岐点かなーって勝手に思っとんですよね。これも実際にあれだもんね、今の状態でもさ、 もちろん何これさ、スキルがそれは発動できてるのにスキルじゃない。間違えてなかったらさ、その、展開が変わっとるからもう一ターン粘れたってことありますけど、5ターンはやっぱほんとあれだね、すごい気使うっていうか、私あれだもんね、コスト重い時とかでもさ、その、5ターンのやつあんまり入れんもんね、最後。特になんだろう、蘇生とか含めて、5蘇生ってあんまり入れんんですよ。4蘇生でもなんか怖いぐらいかな。幅って入れる傾向の方が私多いかな、多分。うん、それは思っとる、素直に。それはね、思っとんすけどね、ちょっと待ってよ。そこのやりにくさっていうところあるね、それのね。最後まで行くんだったらもうあれだね、本当に全部でさ、自分に集中させて、集中させてじゃないですけどさ、ごめんなさいということで、すいませんということで。それをやるとさ、もう一戦行こうか。とりあえず、26分まで。すいませんでしたということで、ごめんなさいということで、ごめんなさいって最後言えんのかなんかこれ。言えんのかこれ。前にも確かさ、言ったと思うんですよ。これだけどなんか意味遠くねえか？なんか遠くねえかこれ。まあいいや、まあいいや、まあいいや、まあいいや。前にも確か言ったと思うんですけど、ちょっと喋って書きますが。これ例えばさ、今の構成で、オバキューが3枠ですが。で、これがさ、例えばニューだと思ってください。ニュー入れて、オバキューかなんか、パレンケとか適当にいいわ。で、ここ5スロリだと思ってくださいよ。で、そんなやつ入れてって、で、まあ最後これ5ターンだって多分そういう構成すると発動しんと思いますけど、これが何人、仮に4ターンだとしてくださいよ。そういうデッキつ、何、全部耐える構成でやってもね、今までね、コスト重いところで結果出てないんですよ。まあ、とりあえずこれ最後でいきましょうってこと。あ、もうこれと、もちろん変わってきますよ。うん、なんすよ。だから大体、4枠ぐらいから火力構成に変えてかんと、そこまで耐えたんだったら全体攻撃かさむとかさ、みかんとかそこら辺を入れていくとかっていう風にしていった方が、結果には繋がるかなって私は思っとんすよ。全部そこまで耐えるでいっちゃうと、特にコストが重いとき、火力でやられるからね、そこなんですよね。なんか正宗並ぶってどれかどれかよくわかんないね、これね。まあ、一応これだな。これだけ言っとけば、あとは別にいいもんね。あ、水があるか。
あれだね、書店の使う人さ、次何やっていくかめっちゃ興味あるの。何をあるかなっていろいろ見とったんですよね。2枠で水かえ、火に変えるって何、田島とか変える、エトナさん変えてもあれだもんな、モンさんそう思ったわ。そうだね、亀が一番あれだよね、変えていいよね、一番思うあれが。思った。本当に真面目にやっていくのはさ、今の正宗をさ、そこそこの凸にさして、正宗が正宗を倒せるぐらい、あの、普通の方の、今私が書店に使ってる方を倒せるぐらいまで凸まで行ったら入れて、2枠の亀を火に変えるのが一番あれかな。そうすると、3枠があれですかね、あの、あれが動きやすいですか。3スキルターンかが発動しやすいと思うんですよ。これ結構ね、多分お前バカにしたなんかターゲットしとるなと思いますけどさ、イベ補正入った時結構無理には突っ込めるんですよ。まあもちろん今みたいにあの HP 回復されるのありますけど、でもこれ少なくとも宇和島に何、今2800ぐらいですよね。あのあれもらわんすが、バフっていうかあの水カットかないから、あ、あーだねタゲしなかんがちゃんとそんな意識もおろなったで。そうで勝ちに行くじゃないけど、あれならそうだね、色変えてあっちがいいかなと私は思ってたんですね、割とね。うん、まあこれいっとくかとりあえず火力ないで、ああ逆だ、エンパさんゴールであれだ、ごっついとこ行っとかなかんわ、ひよってかんわ、そこはこれね。もうでもね、ここにアスカとか入れてもね、うまーくなかなかあれなんですよね、倒れて引き付け、あ、よかった。引き付けたね。で、それがしたいだけで、あ、もう、熊さん。熊さん嫌だ。熊さん。熊さん、スイッチ。熊さん、チェンジ。あの、指名してない。チェンジ。熊さん、チェンジ。チェンジ。なかなか遊べんな。あ、熊さん。そうなんですよね。結構遅延食らっとんですよ、これ。そこなんですよ。それが弱点なんですよ。だからセルフ蘇生で行った方がいいかなーって思っとんですよね。うん。そこなんですよね。まあ今結果的にあれだったけど、ちょっとどれがあれか、体力的にあれだな。ちょっと待ってよ。なかなかあれなんですよね、これがね。5ターンが本当にあれ、5と4は本当に天と地ほどの差があるかなと思ったんですよね。うん、どっち行ってもあれだな、どっち行っても地獄だなこれ。で負けにあれだもんな、あいつもおるもんな。そこがね、やりにくさあるかなーって。だから今日の条件に関してはそんなに使うメリットはあるのかなーっていうのは個人的な印象。それは素直に思ってます。むしろあれだよね、3枠にハバキとか置いて4枠5枠を安くしてさ、全体攻撃とか置いて自分が倒れていっちゃうとかっていう風にした方がまだなんかやりやすいかなっていうところあるんですよね。後からすなよお前。遅延がほんとでかいね、うん、それが思う。だからまずあれですよね、ありがとうございますということで、その満足に発動できる状態に持ってかなあかんっていうのが第一ハードルかなーって。結構ありがとうございますということで、ご蘇生をさ、私ご単蘇生ほとんど使わんんですよ、あんまりそんな怖さがあるので。まあ、とりあえず話しとっても長いんで、今33分なんで、まあ例によって向こうの方へ変えていきますということで、はいということでチェンジ。はい、ということで、例によってアカウントの方を変えてきまして、デッキの上は右のような感じでございます。こいつ名前なんだった？あいつ、南アフリカ兄弟。パンタナルの狼男。狼マンでいいよな。水狼マン。なんて言おう。なんかあだ名つけなあかんね、これ。パンタナル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 。覚えろ。パンタナル。パンタナル。
ハンターを特化して使いたいということで、まあ、いろいろデッキがこちょこちょ買いましたけど、まあ、とりあえずこれでいこうかなというところで、現在がこんな感じでございまして、まあ、可もなく不可もなくということで、まあ、それちょっと一戦いっておしゃべりしましょうということで、まあ、初手あれだよね、なんか置いたら大変かなと思って、まあ、やってみたったらなんか機能吸い取るとは思ってないですけど、とりあえず最後どうにかなんかならんかなって、あいつをね、パンタナルを、パンタナル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 、どういうイントネーションなの、まあいいよ、まあいつもイントネーションなんかもぐちゃぐちゃなやつなんだね。ね、これも向こうと一緒でやっぱセルフ蘇生じゃないですか、水のごターンなんだよね。いや、ほんとこれに特化してさ、勝ち負け無視じゃないですけどさ、とりあえずどんな感じで使ってこないで、その使用感覚じゃないですけど、イベ補正がハゲ取る時の方が逆に分かりやすいから、イベ補正あるとあれだもんね、そのまやかしに包まれちゃうからさ、って思ってどんなんかなーと思って。あ、カメさん俺ね、まあ無難にこれか、私計算してないんだけど、あれ打てるんかな、正宗は2000いくつで2500で打てんのよね。どうなんだろう。3発拾ったね。でかかったけど、あいつおるね。あいつおるね。ステスマン、ステスマン、ステスマン、ステスマン。もうほんとあれだな、ガリソは本当に。危険人物だな、あいつ。あの目が、ぬぼーっと見とるけど。で初手のほんとあれだね、この、キツネとタネキのバカし合いじゃないですけど、そこが一番あれなんだよね、ここ、思う、ほんとに。なかなか多分あれじゃないですか。龍馬も使ったりしたかな。龍馬ならあれだもんね、別に正宗にポジション取れるけど、ただ風にダメっていうところで、オールマイティがなかなかないよね。それはコストさっきはできるけど、それやっちゃうと、他のとこあれだもんね、穴になってくってとこだもんね。だからどれをどう取るかってことですね。そんなプチプチならなくていいよ。さすがに舐めすぎた。残ったか。でも、なんかあれだね。ペパがおるね。ペッパー警部がおるね。つまらんよ。これしかないやん。ペッパーがおるね。全属性でもらっちゃうよね。ダメだね。ダメだね。ペッパーだね。まあなかなかあれだな。それも考えていけないと思われるところで。さすがにあれだったな。ここはまあっていうとこだね。全体もかかっとる、誰だろうな、水だけじゃないから、あれでかいよね本当に。アンブレラファンネルたった1ターンはあれだもんね、持ってくもんね。全体かかったらさすがにあれだろうな。そうだね、永遠の16歳でもあれだもんね、全体かかったら止めれんもん、いや止めれんかったですよ。そこのシーンをうまく出せればよかったですけど、ずーっとあれ最後に全部使ったで、それは思ってましたもん、ほんとに。で、またオカミマン、オカミマンじゃない、あいつ、クマがおるな。おるもんな。ちょっと、タゲっとこう。なんでタゲるの？いや、あれだろう、遅延誰だろう。お前結構あれだね、なんか、その、個人的怨念みたいなことやるよね。遅延するやつ、高確率でタゲるよね。タゲらんでもいいやつタゲるよね。全体攻撃なのにね。あれ、性格悪いよね。ね。絶対性格悪いよね。ありがとうございます。ということで、あっさり淡白にやられたね。舐めすぎとったか。そう、これなんですよ。もう、かたくなりに遅延とか食らっても使ってましたが、ありがとうございます。ということで、まあ、ちょっとさすがにやれば帰るか。やっぱり止まる。4蘇生の方が絶対いいと思う。その使用感は自分で見たかったんですけどね。まあ、こんなんでいくか、とりあえず。まあ、これで行ってみましょう。これだと構成が違うんだよな。ここじゃないんですよね。最後違うんですよね。違うんですよ。そこなんですよね。あ、五蘇生のやつにさ、合わせるのってどういう構成がいいかなって。自分が、私がね、使わんもんでさ、そこの答えが見えてないっていうかな、余計に。って思ったんですよね。どんな感じで組んでいけばいいんかなって。
前はもっとあれだよね、だからなんだろう、セルフ蘇生とかじゃないけど、それかあれだよね、耐える構成じゃないけど、まあ、イベル使いとかそういう話は抜きにして、そこなんですよね。使用感ほんとこれ見たかったんですね。どんな感じになってくのか。イベ補正あるときは分かるんですよ、入れときゃいいっていうのは。2枠が一番あれかなと思うんですよね、素直にね。書店もそうなんだよね、ほんとバカ試合なんだよね、これがね。そこ行くしかねえもんな。あれは、ちょっと待ってよ。ヒルコは、ちょっと待って、なんで私の打てんかったの？あれ打てんの？ちょっと待って、あれって打てんのか？あれ打てんのか？ちょっと待って、打てんのか？あれ。あれ打てんのか？そうか、そうか、そうか。あれ打てんのか？あれそうか、ちょっと待ってよ。7戦いくつであれだろ？5000のあれだから6500ぐらいか。で、あれ、そうか、そうなんだ。あれ、ちょっと計算してみようか。全然、あれだな、分かってないもんな。そこだよな。あ、そうか、そうか、あ、そうなんだ、あれ。水で行くとあれだもんね。今度あれだもんな。風の正宗ばっか並んどるときあるもんな。そこで騙されるとかあるもんな。全体かかっとるで。まあでもほんとあれだよさ、ニューとかウーマンでさ、落ちて落ちてさ、っていう方のが、勝ち負けっていう意味だよ。こっちのやりやすいかなと思う。素直にやっとったそれは思った。実はね。英語物語の、本質ついとんでしょうね、おそらくね。それ本当もう、まあ、ちょっとだけとこう。音がなんかプチプチなるな。私だけ全体攻撃ないもんね。それはないもんな。水じゃないもんな。ニューに全体かかるのも地味にでかいけどな。でかいよな。火力あるで。亀がでもまさかこんなに活躍じゃないけどさ、なんか恐ろしいの出てきとんね。風あれか。なあ。これもうでも行くしかないでな。かかっとるのは分かっとるけど。で、さらに幅木もあれだもんね。風がいなかったね、まだよかったね。で、今回のイベーゼットやるか、放火魔によってほんと風のあれ変わってくるな。あれ、ホットボウすごい。すごい幅広がると思う。幅広がると変わると思う。ちょっと待ってよ。音電が。出た出た。ブリーチ。これ嫌いなんですよ。これ嫌いなんですよ。わかるでしょ。わかるでしょ。スペル2取るもん。そんだけなんですよ。まさかウーマンと絡めれると思わんかったな、これな。クソはばきがおるな。届くんか？届くんか、はばきが。こんな都合いい展開ないぞ、だけどこれ、お前。ウーマンとか残っとってさ、そこにうまく私の蘇生が引っかかってさ、で、ゴスも引っかかるんでしょう。こんな展開ないって。ああ、でもあれか。水ならなるか。でもそれ粘ったからね、これ稀だぞ、こんなの。なあ。これは稀だぞ、多分。届くかどうかは別として。田島が風であれだもんね。引っかかっちゃうもんね、これね。風も地味にでかいな、あれはな。思うわ。まあ、タゲ的にはどっちでも別にいいと思うんですけどね、これはね。そう、本当にウーマンの後にさ、ハバキとかそういう構成では、素直にいいと思う。ただ私はやっぱどうしても遊びたいからね、これはね。うん、あ、
タケトコ嫌いだで。お前あれだろ、遅延あれだろ、さっきなんか食らったりしとるであれだろ、遅延になんか怨念こもっとるだろ。うん、ちょっとね、ちょっとだけで、ちょっとだけで。イハトとか見るとなんか本当あれだよね、人生で初めての殺意覚えそうだよね、なんか。あいつらに止められたこと、何遍あったかってことな、本当に。ちょっとヘビもあれだね。うん、あ、これはちょっとあれだわ、あの運が良すぎるな、こんなもん。うまくそんな風に引っかかるなんて。だってこれ本当あれだもんね、あのうちらのチーム、別にあなたのチームじゃないけどさ、なんかこれあれだもんね、秘密みたいなことでありがとうございましたので。あ、でもそうか、水の時はあれか、これ、あ、そうだな、ありがとうございますということで。そうだよね、これさっきみたいにさ、何ゴスがあれですが、スキル止めてくれましたが、あんな感じに引っかかるとさ、 120% 蘇生ってめっちゃでかいかな。いや、都合よく言ったから座っていっただけですよ。当たり前ですよ、そんな。自分にいい風に言った時は言いますがさ。ということで、こんな感じで、こっちの方がいいんかな。まあ、1回勝っただけで調子に乗るなんて。コストを割いちゃうとね、2枠に亀入れたいんですよね、本当はね。そうするとこんな風になっちゃうんですよね。いや、これ外したらいいんですよ。これ外したらいいのは分かったんですよ。分かってますよ、そんなこと。これ、あ、ほんと風構成とかなんかで行った方がいいと思う、これ。ここら辺は。うん、素直に。極端に言うと、ウーマン入れてさ、ここで、みかんで全体で、はばきとかさ、で、はばき置いてなんか、全体とかさ、の方がいいとは思うんですけど、まあでもあれだね、パンタナルで遊び日だからね。どうしてもあんなんか耐えようとするよなんてね。で、アロマもやったんですよ。確かにこのオールマイティに打てるけどさ、オールマイティに打てるとなんて、こいつ6400枚だもん。6800乱数だもん。いないとちびりながらたげてかなかもね、しゃあないでさ。運よくさ、上振れして出てくりゃいいけどさ、出てくれんとあれだもんね、残すもんね。意外にショットやるだね、そこら辺の絡みが難しいかな。まあでも、コスト考えると、ニュー入れた方があれかなーって、個人的にはほんと亀入れたいんですよね。まあこれで引きましょうか、せっかくなんでね、とりあえず引きましょうか、そこで。まあはっきり言って無理にこいつ使う必要ないですよ、別に。うん。そんな、ね、凸がどうのこうの問題で、どんな感じなのか見たかったんですよね、とりあえず感覚にして。で、今回の宮城か、宮城ですよね、多分。だよね、気仙沼だよね。いや、私行ったことあります。まあ、一回行っただけで偉そうに言うなって、お前一回行ったとこあれだろう。あ、もう一回会ったやつ連れっていうやつだろう、大体。一緒そうだな、もう、あの人連れなんでさ、で。あれ、いなくなったか。遊ばしてもらおう。俺みたいなやつだな、資本家ってな。お前あれだろ、何もないやつだろ。お前違うだろ、お前は。2番じゃねえか、お前は。なあ、この中で答えるやつ、お前2番だろ。あれ、ダメか、これ。ダメなやつかな。だよね。ダメっぽいやつだよね。だよね。だよね、だよね、だったよね。だよね。似合っていたもんね。もういいって、お前、そんな派手な歌歌わんで、お前。まあ、行きましょう、ドン。親に言われたでしょ、お前。お前はなんか、芸術と球を投げる才能がないって。いや、そこで言い返したのかなと思ったよ。お前の息子だろうって。もうちょい言ったろうかなと思ったよ。お前のカスから生まれてきたんだろうって。いや、そんなこと言わんかった。そんなこと言わんかった。どんな子なの、お前。どういう風に育つ、ちょっと何これなんか。お前あれだよ、それで暴言吐いてるもんね、これ入れてくれんぞ、あれ。口の悪い人お断りだね、これ。ねえ。暴言を吐かないラーメン屋みたいなあれだね。入れてくれんよ、これ。入店させてくれんよ、これ。ドレスコードが合わんのかな、なんか。ダメなんかな。スーツ着てかなかんのかな、これ。T シャツとサンダルとかでダメなんかな、これ。入れてくれんのかな。入店拒否されてるもんね、なんか。はい、入ったね。入店できたね。入れてもらえたね。入ったね。よかったね。なんかカチャカチャ言っとるぞ。いや、それお前んちだろ。あれかな、うるさいって言っとくかな。そんなことないかな。この色も難しいよな。嫌だな、あえて水並ぶとね。プギャーってなるもんな。これ行くしかねえもんな、これは。青龍は回るだけど、ウーマンとあれだな、ヒルコがうざっけえな。
青龍じゃねえ、ウーマンとあれだったらさ、いけんのかあれって。風おらんでいいか。風一人おるな。おるな。一応おるな。ほい。で、あれだね。ヒルコとあのウーマンだけ落としてもらわんとね。いっぱいあれだね。ニュー出てくるね。もう考えることやっぱ、コスト的にそうなるよな。多分。いや、勝ちを意識するっていうなら、なるよな、なるよな。ていうか、この人たち残っとるんですけど、ちょっとなんでこういう初手の、こういう仮装させてかんて。とりあえずやっとくけど、ちょっと待ってよ。ちょっと待って、それ届かんもんな。これ一番最悪なパターンだぞ、お前。ウーマンと、あれ、お前絡んで。ウーマンとあいつ、ガリス先輩絡んで、さらに初手のウーマンまでヒルコ前のことで、これプギア状態だから。初手のそうだな、色のあの、組み合わせなかなかあれだね。私、龍馬使ってたんですけどね。龍馬使っとって、あんまり相手に何風が吹いてきたのに確か変えたんかな。その堂々巡りだね。これも使ってもあれだな。これまさにあれだね。私、今の状態ね、フラフラするっていうところだね、これね。ね。相手魔女さんにあれだもんね。恩師までおるもんね。ん ?3 万いくつ吸ってて、風もあれか。田島とかあれだもんね。ヴィッセルとか。狼マンもあかんもんね。50% カットされるもんね。めっちゃ吸ってくじゃんってね。これが発動できて、ちょっとなって、ほんで、相手の初手が残っとるもんね。困った、困っただね。ね、全体かかっとるけど、困った、困っただよね。ここはな、ここはそれあれだわな。初手があれだな。あんたいつも言うけどさ、全体行為かかっとるけど、タゲらんでいいって。いや、気持ちはタゲっていいけどさ。で、相手残数4だよ、先生。ほい。ほい。でも地味にこいつね、体力高いというか、耐える可能性はあるのはそこはあれだね。5ターンだね、本当にそこ。それ。うん。だから案外コスト重い時のが使いにくいと思う。ゴアやなんかね。で、こいつを動かすための工夫したって、そこの火力不足になるとかさ、って思っとんすよ、ちょっとだよ。うん。これもな、タゲっても結局コックス先生がおるもんな。そこなんだよな。そこなんすよな。でも行くしかないもんな。あれだな。属性の相性悪くて風にあっさり倒されたな。ちょっとまあ言っとくわ。シュッと言っとくわ。シュッと言っとくわ。とりあえずシュッと言っとくわ。うん。なんで音切れた。で、うまーくあれだもんね、ここね、みかん先生に引っかかるもんね。コックス引っかかるのはうざっこいよな、あれな。で、蘇生をな。いいとこ持ってかれるだ、これ。54分。あと1戦ぐらいいけるね。うまーくいいとこ持ってかれるね。まあ一応こっちとか、あとはもう、あの、火力は知らないんで。うん、あ、間違えた。しまった。ごめんなさい。押すの間違えた。しまった。ごめんなさい。ごめんなさい。ごめんなさい。しまった。ごめんなさい。押すの間違えた。しまっ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 た。モストともあのさ、MO 似てますが。いや、しまった。ごめんなさい。ごめんなさい。しまった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 。あの、あれでしょう。あの、バーベキュー行けんかったんでしょう。要は。そういうことだね。お前偉そうにはばきてあげとるな。やっぱ大物いかなかんがね。よし、あと1。いや、お前の力じゃないぞ。今回はここのあれだね、火が多いとこだね。親父狩りやったな。狩られたな。られたな。ありがとうございます。ごめんなさい。ということで、ありがとうございます。ということで、もう一戦いけるかな。初手がほんと悩ましいんだよな、あれマジで思ったんだけどさ。ありがとうございます。ごめんなさい。ということで、あの、ちゃんと入れときゃよ。
押し間違えようが真剣に悩んでだろうが完全にわからんかろうが間違いは間違いだから、いや別に言い訳はしてないですよ。ちょっと待てよ、その前にお前24の16の17ってなんかあれだね、言い訳臭いなこれな。これがさ40の5の2とかだったらさ、ああ押し間違えたんかなと思って、この数字見るとお前本当になんか押し間違えたんか、なんか言い訳しとんじゃないかこの野郎とか、まあそういうの抜きにしまって、うん、これマジでさ、ちょっとあの私最近目がさ、あまた言い訳しとる、正義感みたいなさ、本当にちょっと最後ぐらいは所定あれだね、寮まで行く、亀でもいいんですけどね、亀使う、あれ亀のやつないね、消したんかな、所定亀でも別にいいんですけどね、せっかくなんで200カメがいいんだけどな、これでいこうか、だったらこれでいって終わろうか、とりあえず行きましょう。五胆蘇生をさ、スズメとか私ほんと使い慣れてないんですよ、だから怖くて使わないんですよ、こうって結構発動できんよね、使ってみて思った、今日ずーっと両方なり最後五枠五胆スケール使ってますけどね、見ての通り遅延食らったりなんか問題間違えてあわわわってなっとる時もありますし、そんなに発動率あれかなって、そうあれだね、なんか紙に丸とかつけとけばよかったね、統計じゃないけどさ、要は発動できるかできんかそこだもんね、そこがまず第一関門ですもんね、遊ぶ前にね、スキル発動できんかってあれだもんね、スキルに遊ばれとるもんね、そこがね悩ましいかなと思ってますよね、慣れてないっていうのは言い訳だね、もちろんそれはね、まあでも純粋に行くと4素数だと思うマジで、ああ同じ70とかだったらまだあれだろうね、文ちゃんか、文ちゃんのコスト60でしょう、全回復じゃないけどあっちの方がなんかまだやりやすいかなーって、うん、まあこっちとこだったらすごいなお前、イベ補正のマサムネ使ってあれだね。ピオタゲラなくて。まあ別にいいんだよ。それはいいんだけど、それはいいんだけど。あ、一発引き付けたらでかいね。うん。それはいいんすけど。それはいいんすけど。これ撃てるんかな？ちょっと待ってよ。水変えるかな？変えるかな？いや、4000だったらどうだろう。イベ補正あるんで、カメさんあれだね。4000ぐらいになるよね、確か。ちょっと待って、見させてくださいよ。これ水変えとるよね。あれ絶対次にあれだね。蘇生のネタ持っとるんですもんね。だから変えるんだもんね。どう？めっちゃダメージ出すわ。7200だと出したよ、先生。これじゃあどう？これどう？これちょっと見して。どう？落ち着け。そうだね。まあなんかセリフ言おうとしたんだろう。あのあれだろ、鮮度だろ、まだ慌てるような時間じゃねえって、いや慌てろって、まあ、焦れて、まあ、焦ろ言いたかっただけでしょ、はいそうです、よう一人ごとで言っとるもんね、うん言っとる、あのようあれだよ、一人で歩いたりなんかしとるとようなんかスラムダンクのセリフとか言っとるよね、おう俺は三井久志だって、諦めの悪い男三井久志か、まあ、あれ一日何遍言っとるかね本当に平和のやつだなお前、ちょっと待てよ私火力的にはあれか、まあいいわ、一応だけどっか、うん、うん、そういうこと言ってなんか一日平和にしとる、結構多分ブツブツ言っとると思う、言われるもん、あとなんか喋っとるよねって、なんか言っとるよねって、どっか行ってもなんか買い物とかなんかしても多分ブツブツ言うだろうね、買い物あなた新幹線、そうだアマゾンだもん、あ嫌いな人がおる、アニマルじゃないね。もう、あれだね。体が条件反射になってきたね。本当はあれなんだよ。残数的に言うとさ、立ち下げられなかんだけどさ、リチャード先生がさ、とりあえずエンター攻撃すら。それよりさ、遅延がなんかあれなんだよね。アレルギー反応になったんだね、これ。ねえ、なんか、たげっちゃう。みんなたげっとるよね。嫌なんだろうね。で、あれたげってもさ、誰か蘇生使うとさ、次発動されるんだよね。そこなんで、だから掘り起こしてかんだよね、あれね。そっとしとかなかんだよね。ねえ。ねえ。あの、一個。英語物語でさ、めっちゃハウカムの問題多いよね。多いよね。思いません。いや、むちゃくちゃな言い方するとさ、こうやってなんか選択してさ、迷ったらさ、ハウカム押しときゃさ、
結構な確率で当たるんじゃねえかなって。あ、もちろんちゃんとあれですよ、その SV があるとかさ、みんな、お前、一丁前に SV とか言ってるか、お前が。一丁前に言ってるか、何か分かったの、S って、お前。ん？言えよ。ちょっと待てよ。これだな。今度はあれだな、こちらが親父狩りの番だね。狩られたら狩らなかんでね。ただ問題はあの、はばきだね。まあ、全体俺であれだけど。ありがとうございます。ということで。ありがとうございます。って言ってこれさ、支援使って勝ったからさ、まあ味方におったから自分じゃないですよ。終わり良ければ全てよし。ありがとうございます。ということで。で、支援で勝ちましたが。かといってさ、自分で親父狩り入れるとさ、発動できずに終わったりさ、何にもなんないとね、ありがとうございます。ということで。まあそんなもんすわ。うん、まあそんな感じでございましたということで、もうできんよね。親父狩りできんもんね。狩られる番だもんね。うん、まあやりましたけど、要はあれだね、名前忘れちゃった。パンタナル、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 パンタナル。まあいいや、もうやべや、もうお前なんかだんだん頭壊れてきたな。大丈夫か、寝不足じゃないか、大丈夫か。そういうことで使ってみましたけど、素直に捨てとかは高いよね、普通にね。覚えよ、 110%。 あのさっきのどこだった、ウーマンとさ、あのコスリンとかありましたが、あんな展開になると、でもあれか、水オンリーだったらその可能性高いですよね。例えば私がさ、こうやって何入れとってもさ、早く倒れてってさ、だけど試合が長引いて5ターンまでいって、んでゴスロリとか 100% 蘇生させれるとか、 120% か、でかいよね、あれだけでも。そこのところはあるか。まあでもそうだな、5ターンがーっていうとこなんですよね。私的にはなんか魔女の方が使いやすいかなって素直に思っとる。無制限では少なくとも最後に入れんね、これは。もうちょいごまかしたところだよね。ちょっとそこら辺のあのに使い方じゃないけど、それをなんか研究じゃないけどさ、自分のものにしたよね。いや、今までこれ使ってないから全然慣れてないですよ、5ターン蘇生って。で、今まで私本当入れてないですよ。で、だって発動できんと思ってますもん、なんか。だいたい火の短期だってあんた、そうだね、はばき最後に入れるね、人だから、入れんわな。イベ補正のあるユルを初手とか2番手とかに置いて、まあある程度耐えるんじゃないかっていう時にしぶしぶ入れるかな。その時は蘇生だもんね。ただ今だと何、蘇生が5ターン蘇生じゃなくても4ターン蘇生いますが、ブンちゃんでできとるし、そろそろブンちゃんもあれじゃないですか、トツが進んできとる人も増えてきとると思うし、で、まあ、ぶっちゃけて言うと あいつベギン入れやすが、まあ、風との相性のね、火に対しての相性悪さありますけど、でもこれ、ブンちゃん換算してもさ、ちょっと待ってよ。蘇生、蘇生。ちょっと待って、ちょっと待って。音切れんでいいよ。ブンちゃん、ブンちゃんね。これ、これ、これ。火力4500って言ってもあれだもんね。あ、4400って言っても、ブンちゃん3000ぐらいでしょ、貫突で。で、風が入るんだったら別に火換算とはそんな差がないですもんね。体力はもちろん差がありますからね。ブンちゃん、7000近くあるもんね。で、ベギン硬いあれだもんね。4500で風が入っとるから、火に対したらもっとあれだもんね。部が悪くなるから、そこのとこありますけど、コスト37で割と使いやすいかなって。ブンちゃんが 100% 蘇生とか、いや、そんな4ターンで 100% 蘇生なんかおったら、みんな使うって、そのゆるがみ使うって、そんな試合にならんってね。まあ、そんな感じで、どんな感じやねんってことなんですけど、難しいな、これな。使い方がなかなか。勝ち負けで言うんだったら本当にウーマンとか並べてさ、幅木とか置いていってやった方が、で最後全体攻撃とか蘇生捨てて、だから自分が折っちゃうっていう風にの方があれかなって。これだと完全に自分があれだもんね、蘇生して生き残って、だから全体攻撃かなんかを、なんていうんだろう、前に置きたいですよね、連続攻撃とか。そうするとどっかで穴じゃないけど軽くするところ、だからあれだよね、亀さんだろうね。2枠の亀さんというより、イベ補正のあるよりは2枠置くの結構私ある程度いいと思うんですよ。で、不利属性、要はね、風だと火に不利だけど、それでも何、これだってイベ補正入れると約1万ぐらいでしょ、確か。めんどくさいから1万とさせてくださいよ。地味にでかいですよね、これで。結構耐える可能性高いですよ、これ。まあ、もちろん田島とかに狙われるというのもありますけど、それでもあれだもんね、2発分ちゃんとしっかり吸ってくれるってことを考えたら、まああれだもんね、コスト40にしたら仕事はできるかなと思うんですよね。素直に体力が高いから使ったんですよ、ただ単に。色でいやあれだよね、政宗とか使った方がいいって言われますけど、
まあでも本日だけだもんね、あとコスト軽くなっちゃうもんね。亀さん天下当分続くだもんね。なんか火星接待みたいなイベントですもんね。まあそんな感じで、うん、本当に終わりましょうという感じなんですけど、まあ、ごたん創生使ってみました。向こうとこっちで使い分けしたかったんですよ、せっかくなんで。本当なら両方あれなんで、永遠の16歳使いたかったんですけどね、いいよはまだ使いたかったんですけどね、16だからって使いたかったんですけど、ダメだったんだよね。で、せっかくだでさ、使い分けたいんだよね。本当あっちの方が好みなんですかね、面白いんですけどね。あれでも本当になんかうまくさ、つなげていけ、なんとかなんか突破口があるんじゃないかなって。一旦は持っていけるからね。コストが低いとこだとあれだろうね。で、5ターンが動くってことはさ、今日ずっと思ったんですけど、さ、いつもの水構成じゃないですけどさ、待ってくださいよ。これちょっとコスト無視させてください。5ターンが動くんですよ。まあ大体150前後ぐらいと想定してください。150超えちゃうから、ちょっとそういう話は抜きにして。待ってくださいよ。どこ行った、どこ行った、どこ行った、僕のみかん。で、こんな感じぐらい。ここだと本来は大体小鉢が置くんじゃないかなというところで、いや、4枠の5ターンを動くんだったら、こいつを別に5枠、4枠入れても動くんじゃねえかって。ただここであれだよね、火力ゾーンに突っ込んどるところで、100%、120% 蘇生入れて、有効的なのかってありますよね。どっちみち入れるんだったらあれだもんね、 100% 蘇生させてて一緒だもんね、食らっちゃうから。ただ動く可能性はあるからっていうことを考えるとあれだよね、まあ、完全確定でこれ動くわけじゃないですけどね、かなり甘いですけどね、あれが動く発動率か、甘いじゃなくて厳しいですけどね、まあ、その可能性あるとあれだよね、水タンキーというかな、あとどんな風になっていくのか。素直にあれだよね、性能が高いよな。五炭素性、ほんとそこなんですよ。それをどういう風に使っていくかね。もちろん遅延とかは絶対向き合っていかなきゃね。でもこれをさ、これぐらいのコストで入れるんだったらさ、まこちゃん入れた方がいいんじゃねえってね。なまこ先生入れた方がっていう風になるよね。どっち入れるって言ったら、最終枠に入れたらまこちゃん入れるよな。もっといいあれだもんね。別に第4形態じゃなくて第3形態でいいよね。そんで水タンキだったらね、十分仕事になりますもんね。っていうかそっちの方が仕事になるかもしれんよね。好きなんだけど、何の耐えていくのが、耐えていく構成をどういう風に作っていくかなんですよね。で、真面目にちょっと言ってますけど、最後に、なかなか終わらんね。うん。面白いですもん、だって。攻略法が見えんってことないけどさ、自分の中で確定したところでもさ、今の何使ってるギルに対してっていうところが面白いんですよね。これが完全にさ、完全にじゃないけどさ、ある程度できちゃってさ、でそこそこ勝っちゃうとさ、そうすると飽きちゃうんですよね。私そうなんですよ。なんか手にしたもん捨てたくなる人なんですよ。かっこいいことよね。なんかね、偉そうなこと言いやがってね。ちょっと待ってくださいよ。カバー、要はさ、こういう構成をさ、例えば組んだとしましてさ、2枠これもう色とか適当に無視してください。例えばこんな感じでずらーっとさ、書店のメールコちょっとあれかおかしいか、ちょっと現実的に持たすんだったら、まあこんなんでいいよ適当に、まあ、例えばこんな出来があったとしてくださいよ。まあコストどんなもんだろう、200ぐらいとしておいてください。ちょっと超えとるけど、これがさ、ほんと機能しんどいですよマジで。何遍も言ってますけど、3枠ぐらいのパレンケとかそこら辺のゾーンぐらいまでだったらまあなんとかあれだけど、ゴスロリゾーンぐらいになると火力構成でポコンいかれるんですよ。当たり前だわね。コスト使えるんだからあれだもんね。ヘビとかね、それからやっとことかシレーナとか、ハナちゃんもおるし、出てくるとあれだもんね。それこそあれだわね、シーサメ飛べられてドボンってとこになるから、ほっとこれがね、中コストぐらいとかで無理やりね、後ろの方とああいう風に突っ込んでも機能しんないんですよ。むしろこんな感じにして最後さ、すいませんよ、こういう風にじゃない方だと、こっちの方がいいか、こんな感じで、まあ、今日せっかくイベ補正かかってるわけで、こっちの方が現実的に動くんですよ。機能しやすいんですよ。勝ちやすいんですよ。もっと言うなら、ちょっと待ってくださいね。333、こっち幅きないから、あぬんで勘弁してください。要は何、4枠に 60% 防御タイプのゴイゴッツやつ、まあ、はばきタイプというか、はばきですよね。そういうのを置いて、だから3枠でかばって、で、ここで
ね、はばきで全体攻撃の 60% かを付与させて、で2ターン引き継いで、で最後に全体攻撃で引っ張っていく、ね、味方に上げて私はスコって倒れるっていうのは、こういう構成の方が割と勝ちやすいんですよねって思ったんですよ。要は自分だけ自分だけじゃないけど、もちろんあれですよ、パレンケンのところでちゃんと綺麗に引きつけれなあかんですよ。全員を落とされたらあかんですけどね、そこで数体でも残してくれるってこと、ニューとかの子でもね、そういう条件っていうのはありますけど、アヌンナギとかそうだね、遅延のない環境とか比較的っていうところね、だから自分だけ先に行くとあれだね、アヌンナギの方のところで火力ゾーンに突っ込まんというか突っ込むか可能性もありますけど、残せる可能性もあるっていうの、そうすると全体攻撃を数ターン付与して2ターンか3ターン、できれば3ターン付与したいけど、こういつの方がなんか割と王道かなと思うんですよ。だからあの5ターンを使っていくと、だから火力を全く味方に付与できんっていうかな、ずーっと耐久耐久耐久でいて、4幕と5幕の超火力ゾーンに突っ込んでも結局自分で耐久耐久耐える耐える、カバーカバーみたいなことやってなかなかあんもんで、なかなかあれかなーって。でさらに知恵も出てきますわね、親父が今あるしね、クマさんとかいっぱい出てくるから、そこがあれかな、まあある程度は想像はできたけど、使ってみるとあれだね。で一応本日か、使い続けて全く最後だけは変えてないです。これであれだもんね、7割ないぐらいだもんね。イベ補正のある一応ゆるあれだもんね、初手とか2番手に使ってる、特に今日なんかなんて言うんだろう、期間数が短いのと、ね、そんな接待レギュレーションがないから、戦国ドラグーンと大崎ドンと先輩か、あんまり回してる人多分いないと思うんですよ。見てないですもんね。私も全然あれですよ。こっち一回も回してないです、まだ。うん。向こうでとりあえず見て、まあ別にそんな揃えんでもいいかな。というより、イベ補正に頼るユルとかより、あえて今日なんかこういう構成でやりたかったんですよね。一つのあれなのに、せっかく新しく出たユルを、イベユルじゃなくてね、どんな感じの使用感になるのか。全属性でちょうどレギュレーション的にもある程度コストね、200近いところだから、まあ使えるかなというところで、そんな感じで試してましたけど、まあ長々と言いましたけども、そんな感じでございます。ボタンスキルっていうのがあるかな。肝になっとるとかな。性能はもちろん高いのわかるんですかね。捨てとかもわかるんですけどね。まあ、素直に。特に向こうのまこちゃんはね、まだまだ前に被せるやつとかの、それからあれだね、2枠3枠か、初手含めたところ、そこの構成によって本当大きく化けると思うんですよ。もっともっと上手い構成とか、今日でも絶対できると思うんですよ。で、トツもまだあれだもんね、2トツ可能性は残りそうだから、ただもうあそこら辺ぐらいまでいったらそんな変わらんと思います。5トツで6万ぐらいで、7トツで7万ぐらいだから、色無視して、そっからあとあれだもんね、前にかかるやつの耐久値がどれぐらいになるか、あと相手の色だろうね、そこですよね。使えるとこは水が絡んどるとこだから、全属性か水か水火か水風だもんね。火風が使えんっていうだけか、裏を返せばある程度の条件で使えるから、まあ、低コストとかなんかにちょっと無理やりとか突っ込んでやってみます、うん、その頃には多分貫突にはっていうか、まこちゃんが亡くなるもんでね、なんか言い訳しようね、監督に刺したくなかったですね。あと次のゆるがりが来ますが。何お前、金箔あるってなんか、お前どやろうとしたんじゃないの、なんか最後に。そういうことじゃないでしょ。いや、次のゆるがりでまこちゃんですが。だからそこで集まるかなと思って、監督させんでもいいかなって言い訳だろ、お前、まこちゃんがないだろ。まあそんな感じでございまして、なかなか、まあ喋ったとずっと終わらなくなるもんね。うん、そんな感じですね。まあとりあえずこんな感じで終わりましょうってことで。面白かったです。うん、実際に自分で使ってみた方が分かりますからね、微妙だったということがね、今日の条件に対しては可能性は含めとると思いますけどね。まああとあれだね、ブラジリベなんかもう輝くの分かってますもんね、こんなもん絶対ね、輝かん方おかしいわと、まあ、そんな感じでございます。長々ということで、はい、ということでそんな感じで終わり。いいよ、はまだ16だから。